ワンダーフォードモーティブの休みです、今回はですね、まあ、最近ね、僕前から言ってるんですけど、あの自然吸気エンジンのね、911が、まあ、今後値上がりするんじゃないかっていう風なことをね、若干、だいぶ前の、ね、動画で多分匂わせたと思うんですけれども、最近ね、ことごとくね、例えば最終の NA エンジンですみたいなねとか、そういう表記がすごいやっぱ911事業界で、目立ってきたなっていうふうに思ってですね、はい、911が、NA エンジンからターボ化されたっていうのが、991型のですね、前期までなんですよ。だから前期までが、NA エンジンを採用されてたんですけれども、991の後期からですね、ターボ化されて、内容がね、もう全く変わったものになってしまっているというような、感じではあるんですけどもね、なので、今はね、時代の流れ的に言うと、排気量を落として、で、ターボ化させるみたいなことがやっぱいろんな、メーカーの方で、行われてますよね。だからほとんど今は出てる車とかっていうのは、ターボを搭載したエンジンばっかりやとどちらかというと思うわけですよ。はい、なので自然吸気エンジン出してるところの方が、こういうスポーツカーとかねっていうのは少ないというふうに僕は今思います。はい、で、最近やっぱね、最終 NA エンジンとかね、NA エンジン欲しい方はみたいな、表記がすごい出てき始めてます。はい、なので流れ的に言ったらね、ちょうど上がり始める手前でこういう現象って起きますよね。前までは普通だった、自然吸気のエンジンなんですよ。今では言ったら逆に珍しいものになってきてるわけですよ。で、それは911はね、GT3 とか除いて、中古車でしか、手に入らないということで、こちらの方に皆さんね、NA エンジンの音がええとか、いろいろねあると思うんですよ。やっぱ、運転してみるとですね、全然言ったら特性がやっぱ違うわけですね。加速の方、仕方とか音とかとかっていうのがもう全然違うので、NA エンジンに価値を見出している方はですね、やっぱたくさんいらっしゃるわけですよ。 NA がいいっていう方はね、ただスピードを求めるターボとかじゃなくて、NA のあれがええねんみたいなところの人がやっぱ、一定数絶対おるわけですよ。それは、過去にね NA エンジン乗ってた方とか、そういうところにやっぱこだわりがある方とかっていうのが、圧倒的に多くてですね、で、そのわざわざ NA を買う、昔のねやつを買ったりとかっていうのが、やっぱおるわけですね。で、そういう方々がやっぱね、価値をねやっぱ上げてってくれるわけですよ、車業界と一緒にね。で、車業界に関しては、この車は NA やから、今のものでやっぱ手に入らないっていうことも分かってますから、中古車じゃないとね分からないっていうの分かってますから、そういう宣伝方法を取るんですけれども、最近はやっぱそれがめちゃくちゃ多くなってきてるんで、やっぱりそこでね、やっぱ皆さん車業界の方も、若干やっぱ気づき始めてるというかね、この車の価値っていうのは、NA で何々やみたいな、そういうところにこう変わっていってるわけですよ。で、今はそれがね、またさらにこう電気自動車になろうとしていったりとかやっぱするんですけど、今本当にね、時代のこう車業界のなんかこう、時代の節目みたいなね、なんかこう切り替わろうとしている段階のなんか感じになってますけれども、僕はね、個人的にはその NA エンジンっていうのはやっぱ量がね今後生産されるかって言われると多分難しいと思うんです、で、それでパワー出してとかね、なんかそういうのがもうだんだんこう難しくなっていって、で、数がやっぱ少なくなってくるであろうというふうにですね、僕は見てるので、NA エンジンの、911をね買うっていうことはすごいやっぱ僕の中で大賛成ではありますね。はい、もう出てこないっていう可能性がねやっぱあるわけですよ。なので今ね、もしね、例えば自然吸気のやつが欲しくて、で、迷っているという方はですね、ちょっとね、こう業界の方が騒ぎ始めると一気に値段がボン上がっちゃったりとか、
車の価格自体がねボン上がってしまうので、まあ、その前にね、手に入れておいた方がまあいいんじゃないかなというふうに僕は思ったので、ちょっとまあお知らせみたいなね感じになっちゃいますけれども、まあうちでもね、その例えば結構その彼ら系の、NA の、まあ、997ですから、まあ、NA なんですよね。 NA エンジンのやつっていうのがもうちょっと在庫がね、ちょっと今確保しづらい状況になってまして、で、まあそれはまだあるんですよ。待ってればね、待ってればそれは入ってくるは来るんですけれども、ちょっと一気にね出ちゃって、今在庫っていうのが、まあ、僕が今乗ってるものと、あとちょっとエアロカーやつでね出してる部分があるんで、もう実質だから、販売する車両っていうのが今ない状態ではあるんですよね。はい、オートマチックはね、マニュアルはちょいちょい置いてはおりますけれども、はい、ただまあマニュアルはね、比較的やっぱ価格っていうのは高くなってくるんで、ある程度ティプトロでね、価格も抑えた金額で NA っていうとちょっと今僕の方にも在庫がなくてですね、まあそんな感じですね。だからまあ結構その雑誌とかね、あとはまあそのカーセンサーブーネットとかでも、NA エンジン時代の何々みたいなね、最終 NA エンジン991とかだと最終 NA エンジンみたいなね、だからそういう表記が、前よりもですねすごいやっぱ出てき始めてるんで、車業界がそういうところにこうシフトしようとしてる、宣伝をね、そういう風にやっぱ価値付けされてしまうと値段っていうのがボーン上がってきたりとかする可能性もあります。なので今まあ購入に悩まれてる方っていうのはね、ちょっとそういう兆候が出てき始めてるんで、皆さんねちょっともう一度まあ考えてですね、買うタイミングっていうのをまあ早めていただくか、もしくは、まだそういう流れは来んやろっていう方はですね、まあもうちょっと待って、落ち着いてからですね、もうちょっと値上がりしてから買うかっていうところ、まあちょっと見極めるのがちょっと非常にやっぱ難しくなってきてる時期にあるので、そういうところはねちょっと気をつけてもらえたらなというふうに思います。はい、まあ今日はね、NA エンジンについてのまあ話でしたけれども、時代のね流れで、NA からターボへ、ターボへからターボから電気へという感じでこう流れていってるんでね、まあ言うたら古参なわけですよ。もう NA エンジンっていうのがね、だんだん古参、なんかもうおじいちゃんになってきてるわけですよ。言い方悪いですけど、はい、なのでまあ、こういうねところが、まあ、価値があるというふうにですね、まあ、見出してくるような人がね、どんどん増えてってますんで、皆さんもね、ぜひ一度NA エンジンのね、このまあ試乗とかねさ、さしてくれるのがあればですね、一度乗ってみてください。はい、すごいいいんでね、まあ今日はねこういうちょっとよくわからん動画になっちゃいましたけれども、はい、こういったね動画をちょいちょい上げていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方ですね、よろしくお願いします。それではワンダフォーオートモーティブでした。